大西克也は、日本の政治家。元高知県黒潮町長。元、旗ブロック青年農業士連絡協議会会長。高知県黒潮町出身。高知県立中村高等学校卒業。卒業後、海外で洋卵栽培などを学ぶ。2005年、大型町、佐賀町合併協議会委員を務める。2008年9月、黒潮町地域協議会会長に就任。 2009年4月、ハタブロック青年農業士連絡協議会会長に就任。2010年4月11日に行われた、黒潮町長選挙で現職の下村正直らを破り、初当選した。4月23日、黒潮町長に就任。2014年、無投票で再選。2018年、無投票で参戦。2020年、 県内の飲食店で知人と飲酒しながら会食。知人が帰った後、以前から好意を抱いていた女性と別の店で飲酒した。店を出て、女性を自分の自家用車に乗るように誘い、車中で抵抗する女性の体を触るなど猥褻な行為をした。同年8月18日以上の件が明らかとなり、代理人を通じて、町議会議長に辞職願いを提出。 翌19日、辞職が許可された。大西は、記者会見で謝罪し、退職金を受け取らない意向を示した。その後、黒潮町前防災課長の松本敏郎が、町民有志からの署名を集め、大西に出馬要請をするも、出馬する資格がないとして、立候補を誇示した。ありがとうございます。